日吉。日吉は神奈川県横浜市港北区の地名。住所表記上の日吉以外に、日吉本町、三ノ輪町、下田町も一般に日吉と呼ばれる。なお、この項では横浜市側の日吉地区を扱うが、旧日吉村が八神川を挟んだ現在の川崎市側にも広がっていたことから、川崎市側にも日吉地区が存在する。 川崎市側には、幸い区日吉合同庁舎、日吉小学校、日吉中学校、幸い警察署日吉交番等がある。最寄り駅は、東急東横線、目黒線の日吉駅。戦前から戦後にかけて、東京急行電鉄、旧、東京横浜電鉄が住宅街として開発し、1933年、昭和8年に、東急が、 慶応義塾を誘致して進出が決定した。かつては、東急電鉄発祥の地記念碑が、日吉二丁目に存在したが、2001年、平成13年5月に撤去され、元住吉建築内にある、社員研修所前に移設されている。現在の横浜市港北区日吉本町二丁目にある、金倉寺の裏にあった日吉権源にちなんで、名付けられたと言われている。 日吉権限はもともと、滋賀県の比叡山にある、比叡山の現在の比枝神社の分霊である。金倉寺には、日吉権限の石踏みが現存しており、片らには、日吉山王権現の由来という石碑があって、当時の様子が伺える。東急東横線の日吉駅には、関東の駅百選民定駅というプレートがあり、その中でも、駅名の由来が書かれている。江戸時代。 後の日吉を構成する、駒林村、九橋村、三輪村、八神村、南風村、小倉村、鹿島田村、北風村の各村は、武蔵国羊郡に属していた。これら母体の各村は、三輪村を除き東海道川崎塾の女豪村の関係であった。三輪村は、神奈川宿並びにほどが谷宿の女豪村になっていた時期がある。1872年。 明治5年、大工商区制に伴い母体各村は、神奈川県第3大工7商区、美濃和、第4大工6商区、小倉7商区、鹿島田8商区、北石9商区、駒林、九家京、八神、南風にそれれ属することとなった。1878年、明治11年、軍区町村編成法の制定に伴い、羊群及び母体各村が復活。 1889年、明治22年、市町村制施行に伴う町村合併で、神奈川県吉寿軍のうち、駒林村、家橋村、三輪村、八神村、南加瀬村,村、小倉村、鹿島田村が合併して、日吉村が成立。大技八神浅下町の八神橋に沈めに、村役場を設置し、村内に7、大技を置いた。 九百二十五年、大正十四年、羊群住吉村の大技来た、風を編入。その後九百二十八年、昭和三年に横浜市と川崎市からそれぞれ合併の勧誘を受けるが、日吉村では全村合併を前提に話を進めていたため、なかなか進展しなかった。日吉村は、八神川を挟んで大きく、東部と西部に分かれており、東部四号大技。 北風、南、風、小倉、鹿島田和にけ療養水を通じた稲作を主体としていたため、川崎市域との結びつきが強かった。現在では盆踊りに川崎踊りが用いられている。これに対し、西部4大技、駒林、区家郷、美濃和、八神は、桃などの果物生産出荷を通じて、横浜市域との結びつきが強く、特に美濃和は、 日吉村成立までは、連合村結成などで、津島や、樽、大曽根との結びつきが強かったが、1926年、大正15年の東急東横線回数後はその、傾向が一層強くなっていた。1933年、昭和8年に、東京横浜電鉄、現在の東京急行電鉄が、京王義塾横を誘致した際、 横浜市より水道を引いたことで合併問題は深刻化する。八大技で住民投票が行われるが、西部四大技と東部の南風が横浜市合併という結果となったため話はこじれた。一時は村議会一致で全村に横浜市合併を決議したが、反対派による実力行使騒動があり事態は紛糾。村議会はこの決議を白紙撤回した。 結局、神奈川県知事の裁定により、1937年分尊合併が実施される。八神河合生は、横浜市神奈川区に編入され、日吉町、日吉本町、下田町、三ノ輪町の四町が置かれた。八神河合党は、川崎市に編入され、川崎市は5大寺、八神、北風、南、風、小倉、鹿島田を継承した。警察は、 全村川崎警察署の管轄であったが、横浜市側を神奈川警察署に分けた。その後1967年、昭和42年に、江北警察署に文書し、川崎市側は1942年、昭和17年に、中原警察署に文書されたが、1974年、昭和49年に、幸い警察署に移管している。だがこれに対し、郵便は、 中原郵便局のままであった。1960年、昭和35年横浜市側は新設の広北郵便局に移管された。郵便番号は導入された1968年、昭和43年から郵便番号222、さらに1971年、昭和46年の津島郵便局完成で再移管され、郵便番号も郵便番号223に、 変更された。電話については、その前に電源校舎に分社されたためそのままにされた。このため、横浜市側の電話も川崎電話に編入され、市外局番は044となり、純市外局扱いで同じ横浜市内へも045をダイヤルする必要があり、また、川崎市域へダイヤルする際も044をダイヤルしないと通じなかった。 九百九十年、平成二年九月三十日までこの状態が続いた。九百三十年頃、昭和初期から、日吉は、一軸の名産地で、町内の広い範囲に、複数の一軸農園が存在していた。最盛期の九百六十年頃、昭和三十年代には春はイチゴ狩り、夏は、一軸狩りの観光地として、東京から多くの観光客が訪れる。 近郊農業地域であった。1970年前後、昭和40年代以降は、急速に都市化が進展し、宅地開発の進行や農家の高齢化などの理由から、1970年代頃には、ほとんどの農園は廃業し、住宅地へ整地された。2008年、平成20年3月30日、横浜市営地下鉄、グリーンライン、4号線の日吉駅、 日吉本町行きが開業。日吉村を合併した際、八神、駒林、九家京、三輪、南、河瀬の五大技を廃して、日吉町、大技八神及び南、河瀬、日吉本町、大技、駒林、下田町、大技九家京、三輪町、大技三輪の四町を置いた。日吉町は、日吉村に由来した町名であるが、日吉本町は、 その、日吉の名のルーツである、金倉寺が所在するため、本町を名乗った。下田町は、区家郷に存在した下田地蔵村、総当州新福寺に由来。三輪町は大和、大技、三輪、三輪の由来は、諸説あり、現在も明確になっていないに由来する。1977年、昭和52年から1989年、平成元年にかけて、 順次住居表示が実施され、四町の代わりに、日吉市の七町目、日吉本町一の六町目、下田町一の六町目、三ノ和町一の三町目の計二十二町が設置された。障子は原則として、日吉村時代のものが横浜市編入時にそのまま引き継がれたが、この障子は1889年。 明治二十二年に確定したものであり、それ以前から通用していた商名とは、多少異なる。特に、美濃和城アザスは下は大きく集約されていた。また、横浜市編入後、南津島町、北津島町、高田町、鶴見区駒、岡町、川崎市と、幾度か、境界変更を行っており、その都度、障子も変動し統合されている。この 障子と通称が異なる箇所があるのは、おおむね小技が成立した以降に、集落単位で成立した、組の故障が承継されたものである。日吉駅ビルは、日吉東急アベニュー、旧日吉東急百貨店となっている。駅西側の駅前地区は、駅を中心に放射場及び演習場の道路で、区画されている。商店街は、境内性から、日を裏と呼ばれている。 駅周辺は総じて住宅地となっており、これら住宅地と日吉駅の間を東急バスが運行する。住宅地が急激に増加したのに対し道路整備が遅れたため、大型バスが境外道路を通っている。かつては、日吉駅に隣接して日吉4丁目2の七に東急バス、日吉営業所が置かれていた1993年に東急バス東山田営業所へ移転。 駅東側には、慶應義塾大学の日吉キャンパス、八神キャンパス、慶應義塾高等学校や、日本大学中学校、高等学校、東京総合写真専門学校がある。駅西側には、慶應義塾普通部や境内及び、付属学校の野球、サッカー、ラグビー、ホッケーのグラウンド、テニスコートがある。慶應義塾大学日吉キャンパスの東側には、 東海道新幹線のトンネルが通っている。慶応義塾大学日吉キャンパスは、慶応義塾の創立75周年記念事業として1934年、昭和9年に開設された。日吉駅東側に隣接しており、駅前から、まっすぐ銀南並木が伸びている。並木道の南側には、陸上競技場、北側には、図書館、大王車を、はじめ、 大学校舎が置かれ、大王舎は第48回神奈川建築コンクールの一般建築物部門優秀賞を得ている。また、並木道の終点にある広場に面しては、創立100周年を記念して建設された日吉記念館を正面に、左右にはキャンパス開設時に建設された第1校舎、現在は慶応義塾高等学校,校舎、第2校舎が向かい合って立っている。 第二次世界大戦中は、日吉キャンパスが海軍に接収され、連合艦隊司令部などの海軍中枢が置かれた。このため、戦争末期には空襲などの戦争被害を受けた。当時の地下号2 6トルが今も日吉キャンパス内に残っているほか、普通部近くにも2 0トルの地下号がある。戦後はアメリカ軍に接収された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。